どうも、しょうやです。ツイッターに予告していましたラフトというゲームやっていきたいと思います。こちらの方はですね、タイトル通り、漂流した、海上のところでサバイバルをするゲームでございます。どこからともなく流れてくるアイテム、桃太郎の桃のようにね、どんぶらこう流れてくるアイテムを拾いつつ、今画面に表示されているようにね、拠点を、これ私が作ったやつじゃないんですけども、拠点を拡張していってですね、できることを少しずつ増やしていくと。で、今見ていただいているようにサメがうろうろしてるわけです。なので水の中に入ってね、アイテムを集めたりすることはなかなか難しいかもしれませんけれども、噛みついてくる拠点をね、壊そうとして、来るサメを撃退しながら、過ごしやすい拠点を作っていく、拡張していくという感じのゲームだと思います。フリーでプレイできるゲームとしてはですね、非常によくできてるんじゃないかなと思って、マルチプレイがね、残念ながら搭載されてないので、そうだね、今後の発展に期待という感じでしょうか。はい、できることはね、多分どんどん増えていくと思いますけれども、そのあたり注目して、今後もプレイしていきたいと思います。ということでですね、サクッと始めてみましょう。さあ、名前をつけて、一応セーブとかもできるんですけれども、一回死ぬとダメなのかな。なんかね、食糧難に陥ってしまって、まあ最初やった時にね、どうやって食料作るのか分かんなくてですね一回死んでしまったんですけど、ワールドに戻れなくなってしまったんで、死はゲームオーバーを意味するみたいなので、死なないように気をつけましょう。ということでですね、右下に表示されている水とね、お肉のマークが、空腹度で、右が、ハートマークが体力と、いうことで、まあ、サメからの攻撃を受けると減ってしまうのが右で、喉乾いてしまってでも、全てのゲージが一つも、ね、ゼロになっちゃうと多分死んでしまいます。なので、まずはね、この 2x2 のプラットフォームの上でスタートするんですけども、今見ていただいている通り、どこからともなくアイテムがドンブラコッコ流れています。で、このフック船長の鍵爪みたいのでね、アイテムを、逃さず取っていく。近くのアイテムをね、こうやって素手で取れるんで、それでまずアイテムを集めなければいけません。で、多分夜とかいう概念はないので、ずっと昼間だと思うんですけれども、最初やるのは食料の確保ですね。水とあれがね、ハンガーバーがね、やっぱり減ってきてしまいますので、それがゼロになるとね、死んでしまいます。食料は何すればいいかというと、まあもちろん魚ですね。魚を釣って、焼くと、そのためにはですね、焼くなんかグリルみたいなのを作らなきゃいけません。鉄がどこからともなく流れてくるんで、スクラップを集めつつ、それをやると。で、あとはこの海水、水はたくさんあるんですけどね、あの塩水は飲むとさらに喉が渇くということなので、飲めないみたいなので、浄水しなければなりません。一回煮沸ですね、して塩気を抜くという感じでございましょうか。ということで、それをまず作るのを目標にやっていきたいと思います。とりあえずアイテムはとにかく必要、最初は。で、サメから身を守るためのスピアとか、あの拠点を拡張するために使うハンマーとかがあります。一応ですね、まあコントロールとかを覚えるために一つワールドを作ってやってましたけれども、二つかな、一回最初そこ死んじゃったんでねよいしょ、はいはい。で、こんな感じでアイテムを集めつつ、一番重要な、最初の日に重要なアイテムはこの草っぱじゃないかなと私思うんだけど、このね、草を使ってロープを作るんですよ。ロープがいろんなものに使うんで、これはぜひ大量に確保しておきたいところです。はい、拠点を拡張するにも必要だし、まあいろいろなアイテムとか、このプラットフォームを伸ばしたりするのにも必要なので、草くれ、あ、ダメか、あ、取れた、よし。で、たまにね、樽が流れています。樽には複数のアイテムがまとめて手に入るのと、もしかしたらポテトの種とかね、あ、ポテトとかが入ってるかもしれないので、それを植えてね、農場を作るとね、栽培ができるんだったり、農業することもできます。なんて、この木、木材とか一体どこから流れてくるんだっていう、どっか近くで沈没したんですかね、船が。どういう設定なのかよくわからないけど、よし、じゃあとりあえず草を中心に集めつつ、金属はね、あんまり使わないんだよね、最初は。なので木と、とにかくこの草ですね、草をどれだけ集められるか。で、水の中に入っても別に問題はないんですけど、あのサメに、つつかれるとダメージを食らうみたいなんですが、まあそんなに、長時間入ってるとね、やばいみたいなんですが、特にまあペナルティーもないので、まあ落ちても大丈夫ってことですね。 OK、 じゃあとりあえずロープ作って、ロープはたくさん必要、はい、OK。
で、先ほどお伝えした通り、まずはお水をね、これお水を作るやつと、食べ物、クッキングステーションですね、ロープもあるし、これも全部作れますね。はい、 OK で、拡張していきたいんですけれども、これを置く前にですね、ちょっと拡張しないと、サメがね食いに来てこのプラットフォームを削ってしまうんですよ。そうするとせっかく置いたアイテムがパーになってしまうので、まずはちょっと 4×4 ぐらいにしたいんだけど、足りるかな。ロープたくさん作ったから多分大丈夫。来た。このサメが厄介。ちょっとさ、これも作っとこうか。はい、あ、作れない。あはは、ここ持ってかれる。プレイヤーには噛みつかないみたいですけどね。ただ、ほっとくとですね、これプラットフォームが持ってかれてしまうんですよ。仕方ない。しょうがない。よかったね、置いていかなくてね。多分食べ物とか、せっかく作ったやつがパーになるとこだった。ちょっと、中入って、よいしょ。はい。念のため、もうちょっと広げとこうか。どこからやるのが効率がいいんだろうね。もうね、私はこうやって、とりあえずサメの被害を防ぐために 3×3 か 4×4 ぐらいにした方がいいんじゃないかなと思うんだけど。はい。OK。あれはぜひ拾いたい。何か貴重なアイテムが入ってるかも。よいしょ。はい。あれ拾えた ?OK。まとめていきました。プラムシード？プラムじゃねえか。パラム？あー、ヤシの木ってこと？はい。とりあえず拾って、拡張はしたんで、この真ん中、一番真ん中を、に置きましょうか。あれ？なんか違うな。4×4。あ、もう水がないって言ってるな。まずここと、OK。で、コップ作って、忙しいぞ。これで死んでしまうので、ほっとくと。で、水を汲みますよね。で、クックする。そうすると、こんな風に調理されて、浄水ができます。で、ここに、この、食べるものを維持する、焼くものですね、クッキングステーションを設置して、とりあえず食べるものも取っておきましょうか。あ、ロープがない。また、はい、ロープの元は重要なので拾っておきます。また来たな、あれ。水はまだできてない。じゃあとりあえず、よい、ここら辺か、それ、とりあえずこれだけキープ。はい。お、できたね。じゃあさっさと飲んで、これね、最初は1個だけじゃ足りない、1杯だけじゃね、ビビたる回復しかしないので、すぐ調理しなきゃいけません。で、またすぐ咳込み始めると思いますんで、これどうなんだろう、2つ作っといた方がいいのかな。そんな気もするな。ロープあるしね。もうここに作っとこう。ここに最初のプラットフォームはね、料理場にしちゃおうかなと思っております。もうすぐでしょ。ここまた来るぞ、やつが。水汲むやつ1つ、あ、鉄が足りないってよ、今度。はい。ちょっとそれすりおろそろ、よし。はい。で、水のやつ作りましょう。はい。で、これ飲みますよね、まず。まず飲んで、これスイッチ開けちゃうの。たるOK。なんとかゲッツ。で、まずクックをしといて、食べ物を集めましょうかね、次は。ちょっと待て。まずここ伸ばしていきたいんだけど、最初忙しいよ、すごい。はい、OK。とりあえず、ここが壊されてもいいように、一つ多めに取っといて、スピアは作ったんだっけ？スピア作ってないな。攻撃、サメが来た時用に、スピア、あ、鉄が足りない。よし。はい。よいしょ。勝手にアイテムを集めてくれるね、縄みたいなものもあるんで、縄っていうのかな、網みたいなやつですね。漁師が使うような。それをやって、ここら辺につけておくとね、勝手にここに流れてきたアイテムを拾ってくれるんで、そういうのは後で作りたいんだけど、それも結構大量ってほどでもないけれども、ちょっと多めのね、アイテムが必要なので、少し経ったら作り始めたいと思います。はい。もうダメか。もうまた水が足りない。ちょっと待ってな。水。はい、OK。
ってすぐこっちにしまわれちゃうから、はい。でまた水は作っとこう。はい、オッケー。ポテトとかいらないね、まだね。種もいらないな。はい。で、とりあえずクック。お前、壊しに来たな。ちょっと待って。スピア、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 クラフト。よし。これで叩くと、に、あー、壊されたちょっと手遅れだった。おお、バレルが3つを、バレルが3つを来たぞ。ちょっと待って待って。あれはぜひいただきたい。ちょっと今、壊されちゃいましたけど、あれ、タイミングよくね、やれば、全部、壊されずに済むんですよ。なんで、今ちょっと遅れちゃったんですけども、ロープ。ロープで、これ、直します。はい、OK。これ、拾う、拾う、拾う、拾えない。よし。ここには、あと、クッキングステーションをもう一つ設置して、とりあえず、ここは終了かな。次の部分に進みたいと思うんですけども、建築をね、次なるステップにつなげたいと思うんですが、いや、ちょ、なかなか木が取れないな。あとでね、アイテムはね、多分死ぬほど取れると思うんですよ。その網を作れば、勝手に集めてくれるんで、そこまで発展させるのが結構忙しいって感じです。いろんなやることがあって。はいはい。で、これ作りますよね。作れた？はいはい。で、まずはお魚ゲッツ。お魚はここら辺にやっといて、アイテムを拾いながらやりましょう。よし。来た。釣れた？あ、釣れたね。釣れた釣れた。よし。ちょっとまとめて、まとめて。よし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 。で、釣れた魚は、こんな簡単に釣れていいのかっていう感じだけど、もう完全に、すごい大雑把ですけども、焼いて、後で食べましょう。はい、OKOKOK。もうちょっと広げとこうか。4×4。もう一周広くしたいところですけれども、あんまりアイテムも最初は少ないからね。ささ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 さ。はい、はいはい、OKOKOK。で、サメがそろそろ来そうな気がするな。さあ、クッキングステーションもう一度作った。もう3つぐらいまとめて作っちゃおうか、後でこれを手に入れましたよね。はいはい。で、この焼き魚を、もりもり食べると、もりもり食べて元気いっぱい、よいしょ。よし、はい、 OK。で、水も手に入れたんで、水も飲んでおきましょう。はい。汲めるときに汲んで、やっておくと。さあ、魚釣りながらアイテムを集めております。よし。はい。はい。はい。魚釣る。焼き魚を、作りましょうと。はい。OK。で、食べ物はね、多分結構お腹が膨れるの早いんで、そんなに大量に作る必要はないと思うんですけれども、よし。すぐね、やっぱ水はやばいんですよね。結構な勢いでなくなっていくんで、定期的に作っておかないとまずいような気がします。また水を飲みつつ、よし。もう一回飲んじゃおう。はい。OK。で、時間もないので、さっさとやっていきましょう。はい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 。来たぞ、サメが！サメ、この野郎！この野郎！やめんかい、俺のプラットフォームを壊すのは。アイテムがいっぱい、アイテムがいっぱい。よし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 。これを何回か繰り返してると、あのサメもなんか倒せるみたいなんですよね。なので、サメのお肉、栄養価の高いって書いてあったんですけれども、サメのお肉にありつける日は来るのでしょうか。多分3、4回で倒せるとは思うんですけどね。よいしょ。はいはいはい。とりあえず順調にアイテムを集めつつですね。よし、はい、じゃあもうちょっと、さあ、だいぶアイテムも、溜まってきたんで、ここはとりあえず調理場としてとりあえず機能させるとして、もうちょっと向こう側にプラットフォームを伸ばしていって、アイテムを捕獲する場所を作りましょうか。木材がそうなると足りなくなってくるけど、全然足りないね。全然足りてないわもうちょっと回収しますね。はい。また攻めてきた、この野郎。ほら、ヘッドショット。 OK。 とりあえず撃退完了。あと、もう水とかもなくなってきたね。よしよしよし。落ちた。
よし。さて、ちょっとアイテムが溜まってきたんで、次々と乗せてますけど、すぐ木の板が足りなくなったり、なんだっけ、木の板とあのロープが足りなくなっちゃうんで、作れないんですけれども、とりあえずちょっと伸ばしていってですね、アイテムを自動で回収するやつを次どんどん作っていっちゃうのかなと思うんですけど、それもねまたアイテムが結構使うんで、全部作り終えるのはだいぶ後の話になるかなと思うんですが、どうだろう、よいしょよいしょ、あ、もう作れない、もう早いね、木材がやっぱ大量に必要だ。よしよし。さあ、プラットフォームの拡張終わったんで、次はですね、ロープとかを作りながらですね、あ、アイテムいっちゃう、アイテム、アイテム、俺のアイテム、どれだった、次はここのですね、この網を作ると、網1個作れたね。とりあえずちょっともうちょっと大量のアイテムが必要だけれども、どこ行った、よし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 。でこの網を作ってここに置いとくと、流れてきたアイテムを勝手に拾ってくれるんですよ。ほら、なのでこれを今ここのねところに一面に流しておいて、どっか来やがった、やろう、この野郎、あー食ってきやがった、この野郎バカだれ俺の拠点をどうしてくれるんだ貴様、いつも芝けんだけどな、ちょっと距離が今回ちょっと広めにしちゃったから、すぐ手当てに行けないね。はいはい。ちょっと飯食いつつ、水をのまた飲みつつ、はいはいはい。忙しい、やることいっぱいあるよ、最初は。はいはいはい。いつでもクック。はい、オッケー。アイテム、アイテム、アイテム、アイテム。で、溜まったアイテムはいつでも取れるんですよね。これ、溜めすぎるとね、一回クラッシュしちゃったんで、ちょっと気をつけなければいけないけれども、ここ流れてくるアイテム全部回収したいよね、やっぱり。ということはだよ、ここにいっぱい作っておけば安心と。またロープから作らないとね。はい、またいっぱい来たアイテムが、はい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 。ほんな一日中取ってるわけにもいかないのねあのアイテムね。OKOK、じゃあこれで2つまた作れるね。どんどん並べていきましょう。はい、オッケー。はい、オッケー。で、ここに流れ着くアイテムはもう無視してオッケーなので、後で取れるんで、ゆっくり。オッケー！これで最後の1個。で、ここでアイテムを、バンバン回収してもらって、よし、とりあえずこれぐらいで大丈夫だと思うんだ。あんまり増やすぎてクラッシュするのも嫌なので、前はね、ここ横一面ずわーってやってたんですけど。そしたらクラッシュしちゃったんで、ちょっと控えめにしてますけど、ちょっとねここをもう少し広めて、次はあれですね、あのちょっと取れたアイテムが多分増えてくると思うんで、今もねもうだいぶ増えちゃったんですよ、この鉄がね。なので今後またさらにどんどん増えていってしまうと思われますんで、箱チェストを作ってね、アイテムを保管できるところを用意しておかないと、せっかく回収したアイテムが無駄になってしまうので、はい、OK。で、ここで、ここにどうしようかな。とりあえずチェストを作りたいので、チェストいっぱい作れるね。1、2、これぐらいにしとく？とりあえず。どうやって置こっか。階段とかも作れてね、2階も行ける、2階も作れるようになるんですけど、それをどこからやるかだよね。まあ、後で1階はできるんで、とりあえずここに置いとく。ああ、そうか。ちょっと、このね、ギリギリには置きたくない。水が足りないって、まあいいや。ここと、とりあえずここに置いときます。水がやばいと言っている。はいはいはい。水飲みます。めっちゃアイテムが取れてる。めっちゃアイテム取れてるよ。はいはい。集めなくてよくなるのは非常に便利ですね。はいはいはい。こうやって、1列にしとくとね、こうやってまとめて回収ができるんで、定期的に回収しては、ここ鉄にしよっか、とりあえず。これね、さっき、ちょっと動画外なんですけど、一発取られたらサメがなくなって新しいサメができたんですよ。次倒した時にね、また、ちょっと動画に収められるといいんですけれども、ロープ作ろうか、また。はいはいはい。ロープ作って、
木材もそんなに大量はいらないんだけど、すぐね手に入ってくると思うんですよね、これを作っておけば。とりあえずこれ作れば、アイテム回収の手間がなくなるんで、これから作るのがいいんじゃないかなと思うんだけど、どうだろう、皆さんどういう順序でやってるんだろうね。さあ、アイテムが結構入るようになってきたんで、ちょっとこちら側もちょっと拡張しましょうか。2階とかも作れるんで、その無理に1階部分をでかくする必要はないとは思うんですけれども、あんまりね遠距離にしちゃうとサメの攻撃が来た時にたどり着けないんですよね、壊される前に。まあ壊されるの直せばいいだけなんですけども、そういうチェストが乗ってるところを壊されちゃうって、こういうところを壊されちゃうとチェストなくなっちゃうと思うんですよね多分。なのでそれだけ気をつけたいところですね。はいはいはい、 OK。とりあえずもうちょっと拡張して、あ、もうない、木材がもうないのか、どうしようか。拡張しているんですけれども、なんかこれでね、なんかいろいろ建てられるらしいんですよ。ウォールウィンドウ、ただこれ怖いよね。フロアを作ったとして、あ、ステアーズとかも作れるんだね。これね、これ知らなかったんですよ。これ右の、マウスをクリックホールドするとこういう新しいファンデーション。ファンデーションとフロアって何が違うんだろう。トップオブピラーだ。ああ、なるほど。柱の上に建てられる。2階部分を作るのがフロアで、うん、1階のやつはベースメントなので、浮いてるんだよね。はい、了解了解。じゃあ、ピラーを立てて2階部分を作って、この、ここのね、どこから上がるようにする？ここから上がろうかなと思ったんだけど、もうちょっと伸ばそっか。まあいいや、とりあえず後で、やると、それは後でやるとして、まずアイテムがね、資材が大量にやっぱ必要になってくるんで、これ、すごい便利ですね。もうめっちゃ集まってる。これで大量ゲットしてアイテムを。で、またこれを作りますよね。はい。で、ピラーじゃねえな。ピラーじゃなくてベースメントだから、これだね、ファンデーション。あれ？ファンデーション、はい、もうちょっと伸ばそうかここ。さて、まずは私ちょっとね2階部分とかピラーを立てられると全然知らなかったので、やったことないんですけれども、これこことかに壁を作っちゃうと外攻撃された時できないですよね、追撃が。どうなんだろう、壁は作っちゃいない方がいいのかな。2階とかに作るべきかな。一回オープン、風通しよくしといた方がいいかもしれないね。そうしないと、せっかく建てたものが壊されてしまうような気がするんだが、そこら辺はどうなってるんだろう。ちょっとやってみないとわからないけどね。もしかしたら、あ、来やがった来やがった来やがった。広くするとこうやって間に合わないんだよね。倒せない？あ、もうちょっとで倒せる。次の次ぐらいか？とりあえずこっちが食べ物だからこれしまいますよね。はい、OK。さて、とりあえずですね、アイテムも溜まってきたんで、スロープじゃなくて、まずは2階部分から作って、ピラー立てて、ここもこの広さでいいのかな？どうなんだろう。ちょっとわかんない。あれ？ここには置けないってこと？あ、メタルパーツがないわけね。メタルパーツがいっぱいあるんですよね。ちょっと20個ぐらい取って、来たなってね、もうやろ。お前、もう死ぬんじゃないのか。あー、まだ知らない。タフだね。倒したと思ったのに。とりあえず、OK、OK。じゃあ、後で拡張しよっか。細かいことは。一個内側に念ため作る？そっちの方がいいのかな。そうすると、ここ、当たりそうで嫌なんだよね。後でもう一マス出すとして。一応念ため内側にしましょうか。ここに立てて、でここに立てて、ここに立てて、ここに立てる。でアイテムが溜まってるんで、これとかこれをもう一つずつ作って置いておく。まずここだね。ここ食料を作るとこなので、ちょっと曲がってんな、これ気になんな。これ置きますよね。OK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 。で、これでもう水に困ることはなくなったはず。で、もう一個缶作っておいて、で、次はですよ。またロープを作って、
溜まるの早いね、アイテムが。よし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 。この斧も作ったんですけど、これは壊す用ですね。あと木を切ったり。ピラーではなく、今度はフロアですね。フロアを作って、ここに置くんだけど、あ、これは木材だけでいいんだ。あ、いいね。優しいね。これ重力はどうなってるのっていう。なんか別にそんなに深く考えなくてもいいみたいなね。お、いいね、いいね。いいね、いいじゃない、いいじゃない。ちょっと直射日光は防いでね。はいはいはい。